皆さんおはようございます、えー、46日間チャレンジで行政手続きを完全制覇の24日目に入らせていただきたいと思いますよろしくお願いします、えー、今聴聞手続きずっと見てきてるわけですよね条文ねこうやって細かく追っていくと大枠っていうのがはっきりしなくなるタイミングがあるのでやっぱりね学習するときに毎回確認をするんですね 行政手続き法っていうのは、処分と行政指導と届け出と命令等を定める手続きっていう4つについての規定が書かれていて、そのうちの処分、そのうちの処分のところが重要なんだ。処分については、申請に対する処分と、不利益処分の規定が用意されていると。この不利益処分のところでは、実は、処分をする前に意見陳述の機会ということで、聴聞手続きと弁明の機会の付与手続きというのが用意をされているんだ。 意見陳述の機会、えー、これはもう適正手続き、憲法31条の要請としても非常にこう重要なあ、そういった手続きなんだ、なんていうことをですね、今まで学習をしてきたわけですね、えー。今、不利益処分の中の弔問手続きを見ているんだ、なんていうのを一旦確認していただいた上で、えー、今やっているのは、弔問手続きにおいて、具体的にどんな手続きがなされるのか、徐々に徐々にイメージついてきたかと思うんですよね。 ここで確認したいのは、主催者という人物がどんな人物なのか。この主催者っていう人物については、あ今まで何度かですね、説明を繰り返ししてきました。えー、19条では、あ主催者という人物が、あ一体どんな人物がなれるのか、なんていうのが書かれているんだ。 行政が指名をした職員なんだ。だから、実はあの、うん、そうですね、完全な中立な立場の人間ではなくて、えー、もう完全に行政側の人間が主催者を務めているんだ、なんていう話をさせていただいたかと思います。えー、私がね、こう担当した場合、えー、担当した弔問手続きに関しても、行政職員の方の処分をすることのある、この行政の職員の方の部下の方が、 主催者を務めていて、なんだよと、もう完全身内じゃんかよ、なんていうふうにですね、思ったことがあります。そういう感じで、主催者という立場を理解した上で、24条の規定を見ていくことにしましょう。主催者がやる仕事というのは、議事進行をする、司会進行をするという役割と、もう一つ、 えー、重要な役割があります。何かというと、書類の作成をするんですね。書類の作成、どんな書類を作成するかというと、2種類の書類を作成します。今日はこれを覚えましょう。主催者の方が作る書類は2種類あります。 まず一つはですね、えー、これ議事録取ってるんですね。えー、行政で、まあ役所でですね、行う会議だったりとか、我々が実際にあの交渉したりとかするときとかも、やっぱり後でね、えー、こんなこと言ってませんよとかで言われると嫌ですから、まあ議事録作成っていうのは必ずやるんですよ。この聴聞手続きにおいても、 当事者がどんなことを主張したかとか、参加人がどんな意見を述べたか、証拠書類としてどんなものがですね、提出されたか、こういったものについては記録を取っておかないと、後々行政の都合のいいようにですね、えー、変えられてしまう。いや、こんなこと言ってないよとかね。あるいは、その当事者としては主張した内容が全然書かれてないじゃないか、なんていう、議事録に入ってないじゃないか、なんていうことをですね、やっぱり確認したいわけで、 当日どんな主張がなされたのか、この陳述の用紙とか真理の経過については、弔問調書という、まあ議事録みたいなもんですよ。これをですね、作っているんです。これは例えば3日間ですね、弔問の記述が用意されていたということであれば、主催者は記述ごとに作ります。議事録って記述ごとに作りますでしょ ?3 日間まとめて議事録作るわけじゃなくて、 まあ株主総会議事録とかってあったりとかすると思うんですけど、あれもその日に行われた結果、これをですね、書きますよね。どんなことが言われたのか、なんていうのを議事録としてメモをするわけなんです。これが弔問調書と呼ばれる記述ごとに作成をしていきます。もし弔問が行われなかった、 呃、弔問期日にですね、当事者も参加人も誰も来ないという場合があるっていうのを昨日ね、23条のところで説明したかと思いますけれども、誰も来なくて弔問を集結することになったということであれば、集結したタイミングで長書を作るということになります。まあ、誰も来ませんでしたって書くだけなんですけどね。えー、まあ、こういう形になるんです。えー、通常は期日ごとの議事録。 もし、聴問に誰も出席しなくて、そして集結に至ったということであれば、集結したタイミングでこの長書というのを作るわけなんです。あくまで、この聴問の長書というのは、議事録ですから、事実の結果、事実の結果なんですね。それに対して、もう一種類のですね、えー、報告書と呼ばれる書類を作成するんですよ、主催者は。何かと言いますと、 弔問期日が全部終わりましたと。弔問手続き一通り終わったあタイミングで、やはりですね、今回の結果を踏まえて、この弔問手続きの当事者の主張とかを踏まえてですね、行政庁に対して、えー、意見をですね、主催者としては述べないといけないと。おこういう形になっています。だってやっぱり弔問の結果を踏まえて不利益処分を出すわけですから、 当事者がですね、せっかく証拠物出したりとか、で、それで、えー、一定のですね、まあ、陳述をしていて、で、行政が認定している事実とは、これは食い違うんじゃないかなと。この当事者の主張というのは結構もっともで、えー、なんかこう、行政が認定している事実とどうも違うのではないか、こんなふうに主催者は思った場合にはですね、その意見を付して、報告書という形でまとめて行政庁に出すわけですね。 いや、まあ確かに、身内だから出しづらいとは思うんだけれども、ただやっぱ明らかにおかしいとかね、いうことがあった場合には、やっぱり主催者としてはですね、報告書としてあげるわけなんです。ただね、やっぱりね、同じ組織内の人間というのは身内をかばうというのはですね、どうしても避けがたいところもありまして、で、特に部下が上司に対して意見を述べるというのは、なかなか難しいことであるような気がしますよね。そういう意味では、 実は私も見てる限り、うーん、相当配慮したですね、報告書になってしまったりとか、いやいや、当事者の主張全然踏まえてないんじゃないのとかですね、そもそも弔問調書に書かれていることとかよく確認してみると、本当に都合のいいようにですね、取られているケースってあり得るんですよ。で、それを極力避けるためにはどうしたらいいかっていうと、内部で結局主催者が作った書類を行政庁に渡すだけで、で、それがブラックボックスになったとしたら、これはね、やっぱり あのーうん、当事者とか参加人にとっては都合の悪いような書き方されちゃいますよ。ですから、この24条のです、ね、第4項ですね24条の第4項では、当事者とか参加人は、この弔問調書とか報告書、これの閲覧請求ができるってなってるんですね。これは非常に重要です。閲覧請求をした結果、いや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 、全然違うことを書いてんじゃんとかですね、えー。いや、私そんな主張してないよとかですね。 こういうことをですね、まあ言えるようにするためにも24条の4項では閲覧請求が書かれているということになります。ただね、これあの現実的な問題を言いますと、そういう長所が作られてしまったとしても、あの粛々と手続きは進みますから、不利益処分はですね、基本的には出されてしまうものと思われます。えー、従いまして、じゃあこの閲覧請求何のためにあるのっていうことなんですが、 後ちのですね、不服申し立てであるとか、あるいは取り消し処分をするときにはですね、こういったものがですね、すべてひっくるめて、えー、結構重要な証拠書類になってくるわけなんですね。えー、我々が弔問手続きでこんな主張したにも関わらず、全くそれを踏まえない調書が出来上がってしまったんだなんていうのは、一定の事実としてですね、えー、これはあの取り消し訴訟においてとかですね、えー、審査請求の中で、えー、やっぱり主張するタイミングというのが雇用かというふうに思います。えー、したがって24条 24条の第4項というのは非常に重要であるとこんな風にはあ考えていただければと思います条文を確認していくことにしましょう24条の第1項になりますが24条第1項はこう書いてありますね主催者というのは聴聞の真理の経過を記載した聴書を作成するんだ え、当該長所において不利益処分の原因となる事実に対する当事者、あ、及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならないということで、長所というのは技術、えー、ま、議事録ですから、真理の経過と、そして、えー、この陳述の要旨これを記すんだというのが書かれています。24条の第2項を見ていきましょう。 この、弔問調書というのは、全行の弔書は、弔問調書というのは、弔問の期日における審理が行われた場合には、期日ごとに作成をしますよ。そして、当該審理が行われなかった場合には、弔問の集結後、速やかに作成をするんだ。こういうふうになっています。はい。そして24条の第3項を見ていきましょう。報告書についてということになりますが、 主催者は弔問の集結後、えー、速やかに不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについて意見を記した。 え、意見を記載した報告書を作成し、第1項の長所とともに営業成長に提出しなければならないと。これ24条の3項っていうのがですね、実は今までの条文の中で24条3項って書かれている部分があるんですよ。何かっていうと、18条の第1項、18条の第1項、文書閲覧請求権っていうのがあるんですが、この文書の閲覧請求権、資料のですね、こうやって閲覧請求なんかができますよっていうのが出てきたんですが、あれできる人って誰だったかっていうと、 当事者等ってなっていて、それは当事者プラス事故の利益を害されることとなる参加人。参加人の中でも事故の利益を害されることとなる参加人。えー、これが当事者等という、まあ、当事者などのところには、このなどという部分に事故の利益を害されることとなる参加人というのが含まれるんだ。あこんなことを学習しています。実はこの当事者等というのが、えー、この24条の第3項でも出てくるんですね。 18条の第1項とともに確認をしてみるといいかと思います。この報告書に記載をするのは、この当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見ということにはなりますから、あここはですね、一応確認をしておくといいと思います。 証文調書と報告書は行政庁に提出をします。行政庁はこれを踏まえて十分に三尺をした結果、不利益処分の決定をしていくという流れになるんだ。これが24条の第3項で書かれている内容になります。24条の第4項を見ていきましょう。これ重要ですよね。24条の第4項は当事者または参加人は第1項の調書及び全項の報告書の閲覧を求めることができるんだ。閲覧請求ができるんですね。これによって我々は 証文長書に何が記載されたか、言ってないことをですね、あたかも言ったようにですね、記録されてないかどうか、あるいは逆に言ったにもかかわらず、陳述したにもかかわらず、それは陳述してないようにですね、えぇ、ー、書が取られてしまっていないかどうか、証拠書類出しているにもかかわらず、証拠書類が提出していないことになっていないかどうか、これをですね、やっぱり確認したいと。長書と報告書。 お、これらを閲覧請求ができるんだということになります。24条に関しては、聴聞聴書と報告書という主催者が作成する極めて重要な書類について書かれている条文になります。えぜひね、この条文というのは重要条文になりますから、確認しておいていただきたいなというふうに思います。はい。えー、ではですね、今日は以上にさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。